皆さんこんにちは、とうちゃんです。今日もとっても暑いですね。皆さんいかがお過ごしですか？うちのトイプー兄弟、次男坊のもっくん、バーバのことが大好きすぎて、バーバがいるときはバーバのお部屋から出てきません。バーバがちょっとでも動くと、こうやってバーバの後ろをくっついて歩きます。完全にストーカーです。もはや通報レベルですね。でもバーバもね、こんなモコが可愛くて可愛くて仕方ない様子ってことで、バーバとモコの縁側日記と題して、時々バーバとモコの様子をお届けしたいと思います。今日はね、なんかバーバとモコがね、面白い遊びをしていたのでね、ちょっと早速その様子を見てみましょう。何やらバーバがおやつを手で転がしてますね。あ、どっちに入ってるかゲームですね。さあ、モコちゃん当てれるのかな。あ、間違えた。これね、最近バーバとモコが楽しんでるゲームなんですけどね、どっちの手に入っているか。こっち。バーバに褒められて嬉しいモコですけどもね。はい、もう1回戦、今度はブーですね。ブーちゃんはこっち入ってるよって教えてるんだけど、モコが横からこっちこっち言うてますけど、ブーどうかな。あんまり興味がないみたい。あら、向こう行っちゃいましたね。ブーはね、時々こうやってね、無関心な時があるんですよね。はい、じゃあまたモコに戻りましょう。はい、行くぞ。どっちの手に入っているか。はい、こっち。当たりましたね。そんな全力で当てに行かなくてもいいんじゃないの、モコちゃん。ね、楽しそうだな、モコ。どっちの手に入っているか。あ、落っことしちゃいましたね、バーバ。よし、もう一回気を取り直して、どっちの手に入っているか。こっち。見事に当たりましたね。はい、もう一回。もうやる前から興奮してますね。さあ、どうでしょう、次は。考え中、どっちだろうな。こっちかな。大当たり。本当にね、バーバとモコはこうやって仲良くてね、いつもバーバの後ろくっついて回って。はい、じゃあ次はどっちでしょう。こっち。いやーね、本当にね、こうやっていつもね、2人で暇があったら遊んでる感じなんですけどもね。はい、よかったね、モコ、バーバと遊んでもらってね。ブーちゃんも遊べばいいのに。いや、僕おやつが欲しいだけなんだよねって顔してますね。もうとにかくモコはね、バーバと一緒に何かができることが嬉しくてしょうがないみたいですよ。ってことでね、ブーがバーバの膝の上に乗っていますが、そこ僕の席なんだけどと言わんばかりの顔してますね。今日もいい一日でした。